あのですね、まあ、沖縄には三大流派、シュリテナーって問われていたのありますけれども、ね、はい、その他上中ではありますけれども、はい、その中で一番古い、はい、流派ですね。あ、古いんですか、一番。はい、一番シュリの、シュリ城の、まあ、城下町とシュリ城を中心に発達してきた。はいはい、カルテなんですよ。なるほど、はい、シュリテが一番多いですね。それから他にナーテとか、はい、トマリテとか、はい、うちはありますけど、やっぱりこれはシュリテが、はい、の後ですね。あ、なるほど、シュリテが一番最初にできたカルテ。小林流っていうと読み方は、まあ少林流っていう形で、まあ、少林寺流とかですね、いろいろあると思うんですけれど、この辺は一体どのような違いが。これですね、これは千葉の長州先生が命名されたんですけど、少林流というのはそもそも少林寺とは関係あったんですか。少林寺とは関係ないですね。関係ないんですか、はい、あ、なるほど、はい、基本的には沖縄にもともとあった T という、はい、原始的な文字があって、はい、T が発祥して、はい、それあと中国からの、はい、肩とか技術がこう混ざり合ってから、はい、今の沖縄風が築かれてるんですよ。具体的に、小林流さんと例えば少林流とか、はい、どういった点が違うんでしょうか。少ない範囲とか松林とかありますけれども、はいはい、それもルーツは一緒です。ルーツは一緒なんですか、はい、全部シュルテです、はい、先生は一緒だけど早期がそれぞれ違ってきますからね。あ、なるほど、それで名前は変えてあるんですよ。どこかの先生の時にその分派というか、そうですね、したような形なんですか。はい、先生のところの道場は聞いたところによると、蹴りよりも突きの方を重視しているというのをお伺いしたいんですが、はい、空手のことは先生は T って言ったんですよ。はい、T っていうのは格子のことなんですよね。はい、だから T イコール空手ですよね。はい、そして突き、逆に突きイコール空手、もともとはもう突きが重要ということで、突きをもう重点的にやってるんですね。なるほど。もともと競技化してからいろんな技が出てきますけど、その競技化する前の空手というのはやっぱし T ですよね。なるほど。体験させていただきまして、してみて、はい、またいろいろ教えていただいて、はい、今日一日、はい、よろしくお願いいたします。こちらをわら巻いてるんですよ。わら、あ、はい、もともとはこれも最近戦後にいつでもすぐできるように、今は終わったと、ね、なるほど。昔は取らないでもう、はい、この、ま、わら巻から巻き割れてる。ああ、わらを巻いてあるので、はいはい、巻き割る。なるほど。これは一体何のために。これを拳鍛えてますね。拳を鍛える。はい、突き方があって、はい、いつも腰これで突くんですよ。腰でこうして、はい、こうして例えばこうして突いたり、はい、しないように。で、手も基本は伸ばしますね。はい、巻き割る前に足が来て、こうして、これでこう、こっちから、はい、こうして、すごい音しますね。こうして、離れるときは、はい、拳を鍛えるという意味も。そうです。だから ボクシングでもこっち当たったら手がこうなるんですよね。ああ。でもこれやってる人は結構
大丈夫ですね。ああ、なるほど。っていうぐらい、もう硬いのになるっていう。骨が鍛えられるみたいな感じですか。これは、これは平たくなるんですよ。ああ。なんか、やっぱりタコだから、あまり。あ、本当だ。すごい平たいですね。はい、もう、姿勢でこう、ついてこいでくる。姿勢、はい。これでこうして。姿勢の、姿勢力ですか。こうして、こうしてね、はい。こっちで。はい、あの先生、そうしましたらですね、あの基本的な突き方っていうのを、はい、まず、まあ、初心者の方というか、はい、あのこれから始めようという方に、そうですか、ここやります。はい、あのちょっと今解説の方をいただくことは可能でしょうか。あの一番大切なのは握りなんですよ。握り、これがこう締めてですね、はい、こう、これでこう締めて、はい、ね、これではまだ 剣じゃないですよ。これはまだ剣ではない。まあ 50% ですね、はい、最後剣 50% こう親指で親指で締めてくれ、そして固まりするんですよ、はい、あの固まりして、こうしたらね、あの指ダメですね。締めてから親指で締める、そしたらここに剣だ、パンと当たってももう緩いパンチなら スポンジパンチなんですよ。あ、いくらこっちは強くても、はい、そのまま突っ込んでいかないと。はい、多分ここで握れてると思います。いいですね、いいですね。力いっぱいグッと握るんですか。はいはいはい、そうそうそう、はい、あの今からだけど、だんだんですね、これをもう少しこう下げていかないと。あ、そうですね、こう好きですからね、はい、だから当たるのはこっちが先に当たったら、そうなんですね、これが先に当たる、はい、これが先に当たるようにして、はい、はい、こうならないようにですね。やっぱりこうなりますね、はい、最初は、はいはい、そうそうですね、最初は、でも先生みたいにこうならないと、やっぱりここはもっとまっすぐ入っていかないと厳しいと、うん、もう突きもちょうどこう、こう、そう、これですね、はい、リファネットはね、こういう移動とかあるんですよ、はい、中心に。なるほど、こうだそうです、はい、こう中心で、重心こうちょっとあるけど、はい、伝統からでは大体ほとんどがこっちですね、はい、巻き穴の前に、ちょっと待ってください、重心が、はい、あ、じゃあちょっとやっていただいていいですか、はい、これがちょっと、これが少しもう少し締めていけないと、はい、今相撲では手がちょっと締まらんかも、はい、うん、こうですね、はい、で、そう、突くときは、はい、ここじゃない、これです、突くときはですね、こっちから始まってね、はい、脇締めて、こうしてこう入るんですよ、はい、で引くときはこう引いてくるんですよ。だからこれも流派によっては、はい、例えばそのまま来てから、ね、はい、ポンってとこあるんですよ、はい、こっちで、ははは、あ、こんな感じですね。これはあの理論家なんですよ、はい、要するに最後の力をこれに集中してペッていくと。あ、なるほど、ね、で我々は伝統は大体伝統からというのは同じ仕様に回します。ネジスクリューですね、はい、ネジと一緒です。平均的に巻いていくということですか。そうそう、だから、はい、こう月はここで当たるとは限らないんですよ。あーはーはー、月始めたらね、だからなるほど、ここで当たるかもしれないし、こうでもこういう感じですか、ね、はい、これだとどこで当たっても当たるか。あ、なるほど、なるほど、だから最後にうわーってそのパッと取り込んできた場合って、はい、ここもこうなんですね、はい、だからこれしかしないですね。なるほど、ちゃんと効かせれるということですか。そうですか、どこに当たってもいい状態で相手に効かせれると。脇はいつも締めるんですよ。脇を締めるんですね、はい、脇、はい、脇開けないようですね、はい、合ってますでしょ。合ってます、はい、じゃあこれにこれと、はい、これにかけるんですよ、はい、そうそうそう、上等すごい、上等、すごい上等、そうそうそう、はい、これは肩甲骨か何かを。そうですね、肩甲骨するんですけどね、これを締めていくんですね。なんかここを押されますと、はい、背中のここの肩甲骨のここを押されてる感じがします。ちょっとこう出る感じですかね。そう、出る感じです。綺麗ですよ、綺麗、上等です、すごく出る感じです、上手です、上手、はい、今これは先生に教えていただいたので。これは脇を締めるというのはどういう意味があるんですか。あの要するに例えば突くときに人間の体はもう80キロぐらいですよ、はい、こういう人をつきますからね、はい、こっちが体、これが持たないんですよ。これ、あ、ここが持たない、はい、例えばうわーっとこに来たらうんって言うんだろう。あ、なるほど、もうこうなるってことですね。そうそうそう、こっちが持たない、だからこれだったらガッとこれで
なるほど。島根の方向に。飛び込んできて大きな音が聞こえる。あ、なるほど、なるほど。あ、なるほど。支えというか、なんか負けないっていうことですか。負けない。なるほど。これだったら、ガーッて。ああ、脇が空いてると負けちゃうと。脇が空いてるのは、ね、すぐこう、こうと。おお、はい、はい。こうじゃなくて、はい。こっちから。あ、実際はそういうやり方なんですか。五寸突きって言うんですかね。はい。五寸突き。五寸突き。大体5インチ。5インチ。あ、5インチ。じゃあ15センチぐらいですね。こんなもんですね、はい、こんなもんか。パンと一瞬くっついたら、もう締めには離れ、そうですね、勝負決まるまではくっついてるんです。はい、なんかもたもたしますから、投げるか何かね、はい、やってそれで終わるんですね。はい、そして結果の時に、まはい、もう一回ということはないですね。多分ないです、はい、審判が、今審判がいるからね、はい、あ、そうですね、審判が起こすんですよ、たぶたぶさん。沖縄伝統空手というのは、もうそういうあの、まあ、試合というか、スポーツというか、基本的にはないですね。ないですね。ただ、各道場とか各流会派で、はい、あの独特な前のもありますね。我々は我々のやり方があるんです。はい、蹴りもですね、あの、はい、いいんですよ。蹴りというのは、ものすごいの倒せやすいんですよ。はい、あ、そうです。一本してるから、はい、片足になるから、はい、取りやすいんです。ね、こうですね、こうこれやばいっす。これはやばい。これはやばい。これおられる。これはやばい。